いかがだったかな、抜け柄くええー、おほほ。いや、ちょっと真似してみたかったもので。火星の旅が、いつの間にか心の旅になりましたね。心を旅した挙句に見つけたものは、それは本当の自分だったのでしょうか。ともあれ。 自分を見失わずに生きることって難しいんですね。さて、今度はあなたの番ですよ。あなたは本当のあなたなのか。どうです簡単には答えられない。仕方ないですね。じゃあ、また今度にしますか。いや、私も忙しいので。 これからクリスマスのプレゼントを配りに出かけるところです。子供たちを起こさないようにね。